はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、ポケットモンスター2019の13話でございます。前回ガラル地方にいたサトシたち、そこでまあ訳あって今回巨大化しちゃうんだね、ピカチュウが。まあそれを見て一瞬びっくりしましたけど、あのこれタイトル上の次回のやつも見ましたけど、ちょっと待て待て待てだよ。次一周地方に行くのは分かるんですけど、その一周地方のバトル、バトルがなぜデートバトルなんって思いました。突っ込みたくなったうぶぬしさんでした。ということで動画感想動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。